ははいいどううもおはようございます、あのー、なんかアプリの調子が悪くてクソ,クソイラつくんだけど、えー、ともうね朝、朝9時前ぐらいなの、ね、まだ9時にはなってないんだけど、もうちょっとで9時ぐらいなのね。はい。えっ、ー、と、いかがお過ごしでしょうかと、まあ、ねタイトルの通り、気絶完了ということで、まあ、今まで寝てたわけじゃないんだけど、あのー、ほんまに6時前ぐらいまで寝てたと思う、普通に。で、6時前に起きたっていうと、割と早起きだねとか、 あのー、早く起き割とねそのなんだろうその早く寝て早く早く寝てといえば確かに早く寝てるんやめちゃくちゃ早く寝てるあのー、正確な時間はね全然覚えてないんだけどあのー、一つ言えることは夕方より前に寝てる <laughs> 多分ねわかんないあのー、本当にわかんないけどまああのー、ちょうどね俺5時半ぐらいから見たい動画があったんよね だから、それを待ちながら、ぼんやりしてたところまでしか記憶がないので、その動画が多分5時半なんで、それより前なんよ、少なくとも。多分5時なのか、まあ、4時半ぐらいなのか分かんないけど、それぐらいなんよ、寝たのが。で、その朝6時まで寝てるからな。<laughs> うん、あの12時間以上余裕で寝てるから。だからあの、これは寝たというより気絶だろうなと思って。だって記憶がないもん。ね、寝た記憶すらないから。 そそもそも、ね、寝る気もなかったし、まあ、まあまあゴロゴロはしてたからまあ寝る気がなかったっていうのはちょっと嘘になるのかもしれんけどあの寝た記憶がないけどいつ寝たのかも覚えてないし寝るかも眠いなーって思った記憶まあ眠いって思った記憶はあるんよ実際確かにちょっと眠かったんだけど寝不足だったしねだけどその寝ようとした記憶すらないからマジで。 気絶だなっていう、ね、まあねえー、とまあそうなったにもちょっと訳があってめちゃくちゃそのなんだろうその2日ぐらいオールしてたとかそんなんじゃなくてえっ、ー、とねあのー、昨日 X の方でも、えー、あの軽く報告してタグとかつけてねツイートをさせてポストさせてもらったんだけどえっ、ー、とー一応ねその切り抜きの編集をね あの昨日ちょっと、あのー、昼昼朝か朝ぐらいからずっとやっててでまあ2本ぐらい作ってまだアップはしないんだけどまあ今日アップされるように1本ねで明日も1本アップされるんだけどまあこれ土日でまあ言ったら3連休なので、えーとまあ、このチャンスしかねえなと思ってこのチャンスであの1本ずつアップしようっていうことになってるんだけど。 でまあ、それをその一気にこう作って一気に終わらせてって本当はもっと時間あったんだけどね余裕全然あったんだけどそんなにン詰めて一気にやらなくてもよかったんだけど一気にバーッとやったんで多分それの影響もちょっとあるのかなと思ったりしてていろいろ頭を使ったりもしてたしねまあそれ以前にその切り抜きの編集以前にあの昨日その X の方でちょっとこう小難しい考察というか話をバーッとしてたんだけど ああいうふうにね脳を使うとめちゃくちゃ消費するよねだからこういう気絶につながるんだけどまあまあ仕方ないことなんだけどねまあまあちゃんとあのまあこの時間というかまあそのねうんまあやっと今だいぶちゃんと目が覚めてきた感じそれまで本当にぼーっとしてた、うん、寝すぎてる寝すぎてるっていうかもうあれ寝てるって言っていいけど普通に気を失ってるだけなんだけどね <laughs> はい まあまあそんな状況なんで、えっと、切り抜きが、あの、さっきも言ったように、今日、えっと、土曜日の、えっと、何時だったかな俺本当何時にセットしたかも覚えてないわ。6時ぐらいだと思後で一応確認はしますが、えっと、夕方の多分6時だったと思う。うん。にアップされます。まあもっと早くアップされたらすいませんっていう感じで。で、えっと、明日の方2本目なんだけどは、 えー、昼かな12時とかかな多分うんぐらいにアップしようと思います。まああのなんでこんな,なんか中途販売まあ夕方6時はまああれだけど12時とかなんか変な時間にあげるのなんでって思うかもしれんけどこれって俺基本的にこういうさ次元爆弾形式で、あのー、切り抜きをアップする時ってまあその時要は作った時にすぐにアップする場合は今の状況でいいんだけど例えば。 えっとその人がねあの定期配信とかで変な時間、まあ、例えば夜とか、まあ、そのゴールデンタイムの時間帯ね言ったら、えー、っと一番再生が回るであろうその7時ぐらいから、まあ、11時ぐらいまでの間ねこの時間帯に、えー、っとその切り抜きをアップしてしまうとその人が配信やってる可能性があるよその時間にそうするとその,その人のタグとか使ったりするんで。 あの場合によってはそのなんかその同説とかが散っちゃったりするんよねだからあまりよろしくないんよまあそんなことでまあ俺みたいなそのなんだろうなそのでかい切り抜き師とかだったらあれだけど俺みたいなレベルだったらそこまで影響はないのはないんだけどただそれでも多少はあるんででその初めて来た初見の人とかがそ,そっちに行っちゃ俺の方を先に見ちゃったりとかその間違えてねわかんないその例えばその動画とかがその 検索とかでねその上がってきた時にその偶然俺の方が上に出てしまうことってあるんよね普通にそれはその何だうそう俺のやつの方が優先して出されるとかではなくて偶然そっちが上がるって結構アトランダムだったりするんで、あのー、そういうことってまあ普通にあるんよでそうなった時に俺の方先に見るじゃんで配信の方後になるじゃんであこれこれ切り抜きだわみたいな感じになるけどでも切り抜きでも別にいいしその見る側としてはさ最悪そ切り抜き見てさ いや今配信やってたんだ気づかなかったってなっちゃうじゃん、まあ、まあそんなバカなやつはあんまりいないと思うけどこのなんだろうリスナーというか熱心なリスナーとかファンの人だったらまあそんなことはないと思うんだけど初見でちょっと気になって検索した程度の人だったら普通に起こりうることだからなんでそのあんまりその同じタイミングでぶつけるのってそのまあマナーってこともないんだけどまああんまりよろしくないよねだからまあ俺は大体時間をずらすんだけどそういう風にね あのー、でその昼間とかじゃないタイミング昼間じゃねえや、あのー、ゴールデンタイムじゃないタイミングでだいたいアップするんだけど、まあ、だからその6時6時とかもまあ配信する人まあまあいるんだけど正直、あのー、いい時間そのちょっと早いので基本的には大体みんな7時とか8時とかから始めるからあの6時でちょっと早いんだよね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まああのー 今日みたいなその土日とかそのまあ3連休とかそういう時だったら別に6時でも何時でもいいんだけどその平日の場合6時ってまあ6時に仕事終わるの6時に見れないじゃん言ったらまだ家帰ってないしこれから帰るんじゃんだから見れないじゃんそのまあ例えば学校とかでも部活とかあったら6時には帰れないじゃんだから早いんよねこれ7時とか8時とかあったらまあ帰ってるからその 予定とかなけければ、まあ、帰ってるわけじゃん途中でどっかに寄ったり友達の家に遊びに行ったりさ飲みに行ったりとか,しな,からしなければ絶対帰ってるじゃん7時とか8時とか。でだからその今日配信があるよっていうの分かってれば帰るからその見やすいんだけど物理的に帰れない時間だったら無理なわけじゃん。だから大い,い7時まあ8時とかが多いんだけどまあ9時とかね。うんだからまあそことちょっとずらしてるっていう配慮もまああるにはあるんだけどね。 まあただ正直その今回に関して言うとまあいつもはねそのこれから出だしたその新人 VTuber の方とかいうのも多いんだけど今回のことに関しては誰とはまだ言ってないんだけど公開してないんだけどあのめちゃくちゃ有名な人です。まず1人目はもう今めちゃくちゃ話題になっててその元スーパーアイドルのめちゃくちゃ話題になってる人ここまで言えば多分誰か分かると思います。 でもう一人に関しても、えーとまあ、一応新人 VTuber で某箱の2期生としてデビューされてて、えー、と最近ねそのでちょうど1ヶ月記念っていうことでその配信まあ、まあ、実際には1ヶ月記念っつっても,もう今,今現時点では、えー、と1ヶ月半経ってるんかなだから2週間くらい前の話なんだけど。 えーとその配信記念配信をまあ切り抜きをさせてもらったんだけどその人もそのまあ確かに体裁上は新人 VTuber なんだけどあのそれこそねあのいろんな人からもう指摘をされてるように前世がもう話題になってるのでまあだから2人ともその大手っていう言葉が正しいかどうかは怪しいけど割とその。 VTuber の業界 V の界隈に詳しい人であればみんな知ってる人です。なんでまあ大丈夫かなと思います <laughs>。まあ皆さんも楽しみにしといてください。えーとね、この土日にさっきも言ったようにアップされるので、あのー、楽しみにしといてください。まああの君、ー、抜きね、俺この少し前にも言った通り、あり、のー、1ヶ月にまあえっ、ー、とまあ多くて445本。 少なかったら2、3本っていう風に考えてるんで、あの今もう2本,2本アップするあれなんで、まあ多分今月はまあ,あ上げたとしても1、2本だと思います。はい。まあ基本的にはこう,こういうラジオだったり、まあ実写の動画もたまに1月1か月2ぐらい、まあゼロの時もあるけど、で撮ったり、えー、っと、でまあちいかわのコンテンツをやったりっていうのがメインになると思います。あのそっちが皆さんに求められてるんで。 はいまあ、そんな感じでロッティアでした。バーイ